スナック菓子スナック菓子とは、軽食代わりに食べられる菓子類の総称で、その中で芋、豆類、トウモロコシなどの炭水化物を食用油で揚げたものを指すのが主流である。スナックとはおやつ、おつまみ、軽食という意味があるが、2008年時点では、ジャス法によるスナック菓子の定義は存在しないため、成果業界が漠然と区分している。成果 流通小売業界などでは、原料にトウモロコシ、米粉、芋類、豆類などの炭水化物を用い、それを食用油で揚げている菓子類をこのように呼んでいる。一方、小麦を原料とするビスケット類はビスケット菓子と呼ばれ、区分される。また、せんべい、あられなどの米菓は炭水化物を原料として油で揚げる共通点があるものの、米菓として区分される。 米歌という区分もジャス法に基づいて定義づけられている。また、業界でチョコスナックと呼ばれるものはビスケット生地にチョコレートをコーティングしたものであり、スナック菓子には含まれず、チョコレート菓子に属する。一般的に菓子といえば、甘みなど味覚を刺激して口を楽ませるための嗜好品であり、食後や間食に用いるものである。特に、スナック菓子は3食の間、 とりわけ昼食と夕食の間における空腹時を補う目的で食されるものであるため、ボリューム感を出すために炭水化物を原料に用いて油で揚げ、カロリー摂取量を多くしている。スナック菓子に含まれる菓子の形状は以下の種類がある。ポン菓子代替の製法は原料をそのまま切って揚げるか、原料をすりつぶすなどして成形して揚げるかのいずれかである。また、 スナック菓子にはより食欲をそそらせるためにフレーバーが好んでつけられる。コンソメ、塩、ソース、醤油などの調味料や唐辛子、わさびなどの香辛料、梅干し、しそなどの香味の強い野菜類が多い。また、肉類、魚介類のエキスや粉を原料に混ぜてフレーバーをつけたものもある。スナック菓子は、それ自体が高塩分、高脂肪、高カロリーである一方、 他の栄養価が少なく、ジャンクフードに類いされる傾向がある。そこで、業界では、食用油で揚げない、ノンフライ製法を試みたり、食用油をカロリーの比較的少ない米油に変えたり、減塩したりして、多様なニーズや、世間の風潮に応えている。しかし、消費者が、食生活を工夫し、取りすぎないようにするのが一番望ましい。また、スナック菓子は、 油で揚げるなど口当たりが良いように調味されているため食べ過ぎてしまうことが問題になる。このため、このスナック菓子の摂取だけで満腹感を得てしまうことで他の食品を摂取する機会が失われるために栄養が偏るという問題が発生する。また、子供のいる家庭では子供が食事前にスナック菓子を食べてしまい食事を残すという問題が発生することもある。 この場合は栄養の偏りを起こさないよう与える量をコントロールする必要がある。ありがとうございます。